はい、では全国のモブのクリアデッキテープに魅力を感じている皆様、お待たせしました。はい、ということでね、本日はなんですけど、僕は今使ってるデッキ、こちらですね、モブのクリアデッキテープ、ここに貼ってます。で、これまあ事前情報として僕はいただいてはいたんですけど、これがまあ例えば汚れやすいとか、汚れが目立つとか、まああともう一個、これが今回話す内容になるんですけど、ここ、ザラザラがすぐ取れちゃう。うん。これについて今日はちょっとお話ししていこうかなっていうふうに考えています。結論から言うと、確かにザラザラってすぐ取れるんですよ。まあすぐっていうすぐではないんですけど、まあ少しずつ黒いデッキテープ、まあいわゆる普通のデッキテープに比べたら、グリップ力がかなり落ちます。最初はいいんですけど、徐々にどんどん剥がれていっちゃって、今もうこの辺なんかツルーってやつ全然痛くないんで、こことか、あとここ一番使うとこですね、ここら辺、まあ、近くで見せようと思うんですけど、これ見てもらっていいですか。ここですね、これ見てください。ここもうなんか黒くなっちゃってるの分かります？白い部分が残ってるとこはまだザラザラしてるんですよ。この黒いところはありません。で、もう一箇所、こっちオーリーのこの部分ですね、ここはちょっと映像だと分かりにくいかな、これちょっと映像だと分かりにくいんですけど、オーリーをするここの部分、一番大事なこの部分に、ザラザラがもうありません。モブの透明のグリップテープ、めちゃくちゃおしゃれで、これ僕めっちゃ気に入ってるんですよ。かっこいいんですよね、これ。まあこっち面もいいですし、で表面も殺したくないんで、クリアのデッキテープにして、めちゃくちゃかっこいいんですけど、やっぱりまあちょっと不具合っていうか、おしゃれ度を優先すると若干の性能の低下っていうのもあるのかなっていう風に感じました。で、具体的に取れちゃうと何が問題なのか、ここがね、上級者の方になれば多分知ってると思うんですけど、まあ初心者の方でこっちの方がかっこいいし、ちょっとぐらい取れてもいいじゃんっていう方いらっしゃると思うんですよ。で、具体的に何が問題になるのか、で、僕が削れたところ、先ほど言ったんですけど、ここのオーリーのすり足のところと、あとここ弾くところ、この二つなんですけど、まあ基本的にここだけだと思います、削れるの。まあ例えばキックリップの練習ばっかりやってれば、キックリップのとこばっか削れるかもしれないんですけど、まあやっぱり一番使うところはこの二つのポイントだと思うんで、基本的にはここがなくなるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、ここがなくなっちゃうことによって何が問題なのか、まず1つ目、当然このオーリーのすり足のところのデッキテープがなくなっちゃうんで、ここの摩擦が、オーリーの高さが上がらなくなります。僕このデッキで縦コーン飛んだ動画出したと思うんですけど、あの時はまだグリップがあったんですよ。で、グリップがなくなった最近、縦コーンまた挑戦したんですけど、飛べなかったんですよ。特別オーリーの調子が悪いとかじゃなくて、結局ここのせいで最後の10センチ持ってけなくて、60センチまではもうなんとか頑張ってギリギリ飛べたんですけど、70センチの縦コーンはやっぱりここがギリギリ、その最後の10センチを持ってってたこの部分がなくなってるので、できなくなっちゃったっていう。まあオーリーの高さが上がらなくなる、オーリーできなくはないんですよ、60センチまで飛べたんで、高さが上がらなくなります。なんでね、こっちはね、個人的にはそんなに影響はなかったかなっていう感じで、問題がこっちなんですよ。意外とここを使わないと思うじゃないですか、こんな真下に弾くだけでしょって思う方多いですよね。まあその通りなんですよ、オーリーならキックフリップなら。でも回す系のトリックってありますよね、弾いて回す系のトリック。要するにポップショービット、フロントサイドポップショービット、これが関わってくるトリックは鬼のようにやりにくくなります。滑るんですよ、弾くときに。弾くときにデッキテープ少なからず引っ掛けてカーンって弾いてる、それで回してるんですよね、ポップショービットって。真下に弾くとは言っても、多少なりと回転のエネルギーを与えてあげないと回らないんですよ。その少なからずの回転エネルギーがうまく伝わらなくなります。これが、弾くところ、弾く部分、テールのデッキテープがもうザラザラがなくなっちゃった場合の最大の
欠点っていうか、これがちょっと気になるかなっていう。なんかポップショービットのトリックを結構好きでやる方はちょっと不満になるのかなっていうふうに思いますね。僕はね、あんまりやらないんで、まだやれるのがポップショービット、フロントサイドポップショービットぐらいで、バリアルキックリップとか、バリアルヒールとかも、まあ、練習はするんですけど、まあ、結局デッキテープがあってもなくても、そんなに変わらないぐらいの、まだメイク率なので、そこまで大きな影響ってのはないんですけど、まあ、こういう回し系のトリックが好きで、そればっかりやってるっていうような人は、ちょっとこれだとね、問題があるのかなっていうふうに感じました。まあ、っていう感じでね、このデッキテープレビューしてきたんですけど、まあ、最終的に、個人的な意見で、このデッキテープは選ぶべきなのか、選ばない方がいいのか、選ばないべきなのか、っていう点についてなんですけど、まあ、僕は、どこを重視するのかっていうところにあるんじゃないのかなって、そこの結論があるんじゃないのかなっていうふうに思います。例えば、こうやってすごいおしゃれなデッキを買いましたと。で、このおしゃれなデッキを殺したくない。おしゃれなデザインっていうのを殺したくないっていう考えがあるんだったら、全然クリアのデッキテープこれ買ってもいいと思います。まあ、全然使えないわけじゃないので。で、しかもスケートって、単に能力だけじゃなくて、やっぱりファッションとか、そういったところにも、まあ、気を使う人って気を使うじゃないですか。単にスケートの技術だけがスケートの文化っていうわけじゃないと思うんで、まあ、スケーターファッションっていうものがあるぐらいなんで、おしゃれっていうのもスケートにとっては結構重要なことになってくると思うんですよ。なので、おしゃれ度を意識するんであれば、全然ありだと思います。使えないわけじゃないですし、最初は全然グリップあるんで、まあ、早めにデッキを交換するか、デッキテープを、ほんと気になるんだったらね、もう一枚貼り替えるぐらいの覚悟で買うんであれば全然いいと思います。ちなみに僕はもうそろそろこのデッキ変えるんですけど、一回もデッキテープ貼り替えてないんですよ。全然それでもやってけます。まあ、要は自分がいいと思うかっていうところなんで、人がそのデッキテープすぐ取れる、ザラザラが取れるから、やめた方がいいよとか言われるかもしれないんですけど、自分がこれいいなって思ったら、それを買っちゃえばいいんじゃないのかなっていうふうに思います。僕はね、これかっこいいんで、全然ありだと思いますし、ちなみにね、僕次のデッキテープもクリア買ったんですよ。モブじゃないんですけど、クリアデッキテープもう一回試してみようかなと思って、クリアを買いました。おしゃれもね、大事なんで、まあ、純粋に技術重視するのもいいんですけど、技術を重視するあんまり、ね、自分の好みじゃないデッキになってしまって、それでモチベーションが下がってしまうっていうのは一番最悪な状況だと思うんで、僕はね、全然、クリアのデッキテープ欲しいけど、まあ、レビューがあんまり良くないから、どうしようか悩んでるっていう方がいらっしゃいましたら、一度買ってみてもいいんじゃないのかなっていうふうに、思ってます。まあ、という感じでね、今回ちょっと珍しくレビュー系の動画になったんですけど、やっぱりちょっと気になる点があったので、このクリアのデッキテープっていうのは、まあ、そういった話をさせていただきました。ということでね、この動画が参考になったら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。これちなみに、ここがツルツルなもので利点があるのって、わかります？靴底が削りにくいです。